ハグハグ、君もここにあるお宝を狙ってきたの？いいよ。僕に勝てたら後ろのお宝を君にあげる。絶望の30分間、あのヘルコンドル戦からですね、一夜明けました。ドモルでございます。まあ、あの後ですね、もう、伏せ寝したんですけれども何をしても結果は変わらないということで、今回はまず、キラーアーマーとのね、お別れからのスタートとなります。まあ、キラーアーマーはですね、プラシも43まで振っておりまして、配合したのはヨシキ、プロトキラーのヨシキと抜け殻兵のナナと配合することによって誕生した椿キラーアーマーだったんですけれども、まあね、ここでお別れとなってしまいました。攻撃アップもね、2が80まで振り終えておりまして、アッパーも振ってて、でまあプラッシュも高いからね、新しい特性とかも今後生まれてくるモンスターにもどんどんつけれるっていうところだったんですけれども、今日をもってお別れとなります。いやもう正直ね、一番育ってたんで、もうプラッシュも圧倒的に高いんですよ、他のモンスターよりも。まあね、それも今まで育ててきたモンスター同士を組み合わせた配合だったんでね、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、まあこいつとね別れることになるのはすごくもう悲しすぎるというか、もうなんて言えばいいかわからないですけれどもね。まあ椿を使った A ランクもね、前回ちらっと見えてはいたんですけれども、ここでお別れとなります。お前はよくやってくれた、ただひたすらに俺が未熟だった、すまん、ここまでありがとう、またいつか出会うことがあればよろしくお願いします、今までありがとう、さよなら。椿は寂しそうに去っていった。まあそんなわけでね、葬式のようなスタートですけれども、ここから椿がいなくなってしまった部分を取り戻せるように頑張っていこうかなと思っております。いやもう正直ね、負の連鎖が続いてしまっている。やっぱプラッシュが高いやつがいなくなってしまうと、そこから生み出せるモンスターもプラッシュがどうしてもね低くなってしまうんですよ。まあ当たり前のことなんですけども、そのせいでどんどん負の連鎖が続いてしまってっていうことにねなっている気がする。まあだからこそこっからはね、どんどんプラッシュを上げていきたいっていうところなんですけども、これロック長と混ぜるとサンダーバード、懐かしいな、お前 A ランクになれる。ちょっと待って、ロック長が強いっていう話かこれ。そうだね、ロック長で A ランクいけるんだ。はいはいはい、なるほど。何これ、マスタースライム、え、何こいつ。いやでもこいつステータスがあんま高くないんだ。これあれかな、なんか別のモンスターを作るためのモンスターみたいなやつなのかな。あとはでもグレンデル、サンダーバード、その辺がいるっていう感じかな。あ、アンドレアルいるんだ。アンドレアルは悪くないね。ステータス高っ。てか賢さめっちゃ高いなこいつ。あ、木馬の騎士もいるじゃん。懐かしい面々がいっぱい増えてきたね。なるほど、ロック長の配合先はそんな感じか。できれば今育ってるやつらと混ぜたりしたら強そうだけど、そうなるとサンダーバードにしかなれないっていう感じになってしまうのかな。はあ、なるほど。あとは前回アイアンホークもそうかゲットしたけど、まあこいつは C ランクから、まあ、B ランクにはなれるけどっていう話なのか。まあ B ランクは今更っていうとこだよな、正直。で、まあ修士に関しても、正直、配合先、ロック長、まあサンダーバードにしたいっていう気持ちも、まあなくはないけども、どうなんだろう。サンダーバードを一回作って、まあ今回ね、ちょっとキラーアーマーの分の空きがあるんで、それを2枠モンスターで埋めるっていうのは、まあなくはないかもな。まあそしたらちょっと A ランクもなんか徐々に出てきてるみたいだし、まあ A ランクの検索かけてみよっか。ここに作りたいモンスターとかがいたらベストだし、なんか面白そうなのいる？あーでもマスタースライム、サンダーバード、木馬の騎士、グレンデル、アンドレアル、この5体か今作れるのは。まあしかもこの5体は全員ロック長から派生していくっていう感じみたいだね。なるほど。まあ、そしたらとりあえずはね、このロック長を使って、まあ、修士と合わせてサンダーバードを作ろうかなと思います。一旦ね、A ランクにしてしまえば、そこから A ランクをどんどん派生させていけると思うんで、これで行こうと思います。で、プラスが30超えるんで、特性も4つになると。で、さらに2枠モンスターだから、スキル4つ持てるのか。まあ、賢さアップ、ガード、勇気は確定で、
そっからどうしようか。アタッカーが一人いなくなっちゃった部分はあるんで、攻撃力アップをね、ちょっと持たせておきたい部分はあるんで、まあ、この4つでいこうかな。で、もしかしたらちょっと賢さアップは捨てる可能性はありますけども、まあ、この4つのスキルでいこうと思います。久々な、サンダーバード。まあ、そしたらサンダーバードの名前はミナトでいこうと思います。よろしく。あと、そっか。前回ゲットしたヘルコンドルも一応いる。なんだこれは。またちょっと変なのが見えちゃったけど、ちょっと待って、これ何？ウルトラキメイラ。さすがに気になっちゃったわ。なんだこいつ、強いのかよくわかんねえな。まあ一旦それは置いといてどうしよう。リク翼と混ぜるのももはやありなのかもしれないけどな。攻撃アップっていうよりも回復のコツを覚えたんで、 HP 回復というか全体回復を持ってるヘルコンドルと混ぜて回復をいっぱい覚えてくれたら、翼は結構輝ける機会が増えてくると思うんだよね。でアッパーもあるから、ちょっとでもそうなるとね、モントナーを正直捨てた方がいいんじゃないかみたいなところもあるんだよね。モントナーっていうスキルいるっていう話ではあるけども、まあさすがに持っとくか。そうね。そしたら、まあ、キラーマーの仇と翼を配合いたしまして、モントナーをさらに強化していきましょう。で回復のコツをが解放されてるんで、まあ全体回復を覚えればベホマラをねいっぱい打てることでしょう。で問題なのは攻撃アップなのかモントナーを持たせるのかっていう話なんだけど、まあ一旦モントナーかな。どうだろう。まあ攻撃アップ、いやどっちこんだけ振ってあるし、さすがにモントナーは持たせておこっか。この3つでいこうと思います。ちょっと軽くは下がっちゃうとは思うけども、まあこれでいきましょう。でヒーラーの役割も果たしてもらうっていう形でいこうかな。でまあ最後大輝に関してなんですけども、まあこいつはねもうそのものユニコーンそのものがすごい優秀で、このままで痛いところではあるんだけど、まあステータス的に考えて、まあこのままね大輝をずっと使っていくっていうのは正直、まあなんだろう、究極配合がもし仮にこの世代にもねあるんだとすれば、まあそれもまた強いとは思うんだけど、このままでいるわけにはいかないとは思うんでね、一旦コングヘッドに変えようかなと思います。で、まあ、コングヘッドにする理由なんだけど、まあ、さっきの配合を見てもらえれば分かる通り、ロック長がね結構優秀な配合素材として、まあ野生でね出てくるっていう部分があるんで、コングヘッドを作って一旦まあレベルを完全に上げ切って、で港と、翼とコングヘッドっていう3体でロック長をスカウトしまくって、で全員 A ランクにできたらなっていう風に考えております。なので、まあ、コングヘッドとしてはちょっと異質なスキルにはなってしまうとは思うんですけども、これでいきます。まあそんなわけでね、コングヘッドの名前は、カンタにしようかなと思います。よろしく。まあ今あるリソースをね、最大限最低、もう振り絞って作った3体なんですけれども、まあレベリングして、まあロック長を何体か捕まえて、またさらに配合をしていこうかなっていう風に思っております。さあそんなわけでレベリングしてロック長を捕まえて戻ってまいりました。こっからはねちょっと A ランクを増やしたいなっていう感じなんですけども、どうしようか。まず誰から見ていく。ミナト行っちゃうもういきなり。まあ見てみるか、なんかいいのいるといいけど。バッファロン、ウルトラキメイラは他のやつとでもなれるんだね。なるほど。うわ魔王の使いもいるじゃん。お前強いんだよな使いたい気持ちは山々だけど。あ、骸骨剣士いる。懐かしい。久々に見たな。いやでもそれぐらいか。あんまりいないぞ、これ。まあそしたらちょっと A ランク、また検索かけてみるか。これで何か増えてたらいいんだけどな。選択肢としては、何こいつ。キングリザード。ちょっと待って。なんなんだこの2枠モンスター。サンダーバードとドラゴン系のやつがいれば、作れるんだな、これ。え？ちょっと。とおもろそうやん。あとは？あ、ボルとか作れるんだね。はい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 。まあでもそれぐらいか。なるほど。まあそしたらドラゴン系の男の子何か一体捕まえてくるか。それで作ってみよう、このキングリザード。なんかめちゃくちゃかっこいいし。ただその前にカンタとロック長で何ができるかだけ見ておこうか。グレンデル。ちょっと待って。グレンデル作れたら言うことなさすぎるんだけど、回復のコツを覚えてて、戦力としても攻撃力も高いし、カンタがね、今まで覚えてたというか、まあ、
あのユニコーンが今まで覚えてた勇気と か HP 回復とかこの辺をねちゃんと使えるっていう、え、最高じゃないグレンデル。よし決めた、それで行こう。まずはグレンデルを1体作ります、スキルに関してもまあ同じものを引き継ぐという形でいいかと思ったけど、待てよ、ちょっと申請とかワンチャンありか。いやまあいらないな、勇気賢さアップ HP 回復この3つでいいんじゃないかな。これでいこうと思います。回復のコツ覚えてんのマジででかい。これ2人でベホマラ打ち放題になるぞ。そしたらグレンデルの名前はマユミでいこうと思います。よろしく。でさらに今捕まえてきたドラゴンマットと、ミナトを混ぜましてキングリザード作っていこうか。不屈の闘士とかも覚えるけど、不屈の闘士って何なんだったっけ、よくわからないけど、スキルは賢さアップガード勇気もつけつつ、というか攻撃アップというか全部港のやつを受け継いでいいか。火炎とかラグレとかは私多分いらないと思うんで、まあこの4つでいこうかな。まあガードとかはね正直あってもしょうがないような気もするけども、かっこよキングリザード完成と。そしたらキングリザードの名前は、K でいこうかなと思います。よろしく。でまあ最後翼も配合していこうか。ステータスの高いやつと混ぜたいんで、トンブレロかバブルキングかぐらいの形だけど、まあトンブレロかな。この2人で混ぜていこう。あでもそっか、今二なりだからどっちでも配合できるのか。女の子でも一応見ておこう。あアイアンホーク、こいつ C ランクで特に使い道もないけどもステータスは2枠だから高いもんね。こいつ混ぜるか、いいね、それでいこう。でまあスキルに関してはモントのアッパー全体回復このままでいいでしょう。いやーだいぶ良くなったんじゃない。ただまあもう1体ねいいやつというか使えるモンスターが欲しいなっていうところではあるけども、そうだな、まあもう1体欲しいんでロック長も配合しておこうか。で、なんならマスタースライムとか作っといて、まあ正直ね、いいスキルを持たせれるかって言ったら持たせれないけど、二人ともね、攻撃アップ持ってるから50-50に振って、で、マスタースライムを作って、てかサンダーバードでもいいのかもしれないけど、まあマスタースライムにしておこうか。を作って、で、攻撃アップ2を引き継がせつつ勇気も持って、で、まああと一個、神聖と勇気がちょっとかぶっちゃって、てるんで役割か、まあ微妙だなってとこではあるけど、まあ攻撃アップにしとこっか。ちょっとこの形気持ち悪いな攻撃アップと勇気この形で、マスタースライムも一応作っておこう。こいつもね後々何かに使えるかもしれないし長いな頭が。そしたらマスタースライムの名前はですね、ともゆきにしようかなと思います。ともゆき気になっちゃった、ともゆきですねよろしくね。まあそんなわけでね、ちょっとともゆきに関してはプラスチが全然まだ触れてはいないですけども、こっからね、まあもし仮に K が1枠モンスターにまた戻ったとしても、まあともゆきという新しいモンスターがいるのでなんとかなるみたいな形にできたらなっていう感じですね。まあとりあえずこの4人レベリングして、まあ次のところに向かいたいかなって感じですね。もうレベリングも割としっかりめにやっておこう。そんでもってまあせっかくしっかりめにレベリングするんであればメタルエリアの鍵使おうぜっていう話ですよね。これってでも使い切りなのかな、クールタイムが発生するのかっていう仕様がよくわからないけども、まあちょっと今回初イルルカ初メタルエリアの鍵使ってみようと思います。どうなるんだろう、ここはメタルエリアだ、一定時間でモンスターがいなくなってしまうぞ。なるほど、え、もういきなり普通にスタート、ステルスないからなーっていう部分はあるけども、仕様はイルルカじゃないテリワンの時のがそのままっていう感じだね。もう全然間に合わない。ちゃんと気づかれないように後ろからこうやって触んないといけないのか。結構きつくね。なんかすごい。倍速じゃないのに倍速みたい。ナイスやつ？とりあえずそしたら右側のやつを狙っていくか。ぶん殴りながら、道具でしっかりとメタルストーンも使っといてあげよう。これでどう？でもこいつら確かさ、縛られたらなんか、テンション上がるよね。え、強くね？こいつらそんな強いの？うわー、当たんないか。一発、二発、殴ってくれるけど、何回行動してくれるかな？一回？もう一回動いてくれる？三回行動しろ。ナイス！あー、全然当たらねえ。マジ？これ。ちょっと待てよ。普通にもう一回右側のメタスラ狙って、なおかつメタルストーンも投げていく。逃げないでほしいな、本当に。2ダメージでかい！ナイスすぎる。メラミ、ちょっと待って、メラミ怖いんだけど。危ないってレベリングで死ぬだけはみっともないからな。ちょっと待てよ、ちゃんと
1ダメージ入ってて2ダメージ入ってて、こいつら体力 3?3 か4だよね多分ね。あったねえか。1回レベル上がればな、多分貫通するよ。ナイスすぎるこのレベル1の状態で2体も倒したのめちゃくちゃでかくない？ 15 までいったわ。え、もうモンスターいなくなっちゃった。え、5分もやってないんだけどマジか。結果としてはじゃあ14と19レベル、今いつもとそんな大差ねえじゃねえか。で鍵はどうなっちゃうんだろう。あ、やっぱりしばらく伝え、5時間6時間も待つの長っマジか。さあそんなわけでね、あの後もう少しレベリングを重ねてきまして、現在このようなレベルになっております。というわけでまあようやく光のオーブを探しに出ようかなと思います。このパーティーならまあ大丈夫でしょう。まあやっぱりね、一度犠牲が出てしまうとそこからね、どんどん配合のプラッシュが上げれなくなって犠牲が増えてっちゃうってことなんだな。いや今までが順調に行き過ぎていた。どっからともなく声が聞こえてくる。そうか、ヘリコンドルの元にはすでに光のオーブはなかったか。ならば他の場所へ行き、何としてもオーブの行方を突き止めてくれ。オーブが悪しき者の手に渡ったら大変じゃ。くれぐれも頼んだぞ。登るよ。どこにあるかぐらい教えてくれよえ、手がかりなし。この前来たこのペイの町には知ってる人いないかな。あんた見ない顔だね。この町に何か探し物かい。え、光のオーブ、うん、どっかで聞いた名前だね。あ、思い出した。それって確か魔王様がくれるご褒美の名前よ。南西のトンネルを抜けた先にある町に行けばもっと詳しいことがわかる。なるほど、南西のトンネルを抜けた先の町らしい。ただ南西にトンネルなんてあったんだっけ。これかな、あの車線入ってるような感じになってるところを通り抜けて町に行くと。なるほど。でその東側にまたさらに洞窟みたいなのもあるし、その辺が目的地になってくるのかな。さあそんなわけで南西の町到着かまいたちが待ち構えてる。ここはヒターノの町です。宝探しで賑わっていますよ。宝探しで賑わっていると。まあみんな光のオーブを探すためにこの町に来てるみたいだけど、しかし新しい魔王様は一体何を考えてらっしゃるのだ。宝を見つけてきた者に自分の力の証、光のオーブをあげてしまうなんて。あ、宝を見つけてきたやつにあげるっていう形なんだ。この先にある建物から魔王様のおわす城に行くことができる。もしも魔王様に会いたかったら、お触れにある3つの宝を持ってくるんだな。お触れにある3つの宝？またそしたら縦札を読めパターンなのかな、これって。すべての魔物たちに次ぐ。天空の杯、天空の衣、天空の書。これらを3つを集めてきた者には、我が秘宝、光のオーブを授けよう。すべての宝を集めた者には、町の北より我が城に入るがいい。なるほど。それを3つを集めてこいということ。でも手がかりが何もないな。宝探しのコツってやつを教えてやろうか。はい。基本は足だ。とにかくくまなく歩いてまだ行ってない場所を探すんだ。そして空を飛べるのならその力を存分に利用することだな。なるほど。飛べなそうなやつがなんか言ってっけどまあもうそしたら天空中を探し回るしかないのか。まあまず間違いなくあの東の洞窟みたいなところには何かあるような気はするけども。この東の洞窟は小さな洞窟にルーラーで移動できるようになった。この先絶対あるでしょ。最奥まで行ってみたいけどなかなか広そうだぞ。何あれプチッと族がなんか宝箱持って走り回ったんだけど、どういうことこれ何、普通に戦いになるんだ。これは何なんだろう。全員倒せば何かドロップするみたいな、そういうことなのかな。ここで何か宝箱を落とすみたいなことではないのかな。あ、何も落とさねえ。あ、普通にフィールドに宝箱落とすんだ。え、輝きの樹液を手に入れた。何それ。これもあれかな、武器強化の素材か。やっぱり月夜に光る木の樹液を集めたもの。なるほど。どういう強化先に使うんだろうね、これは。ね、何こいつはな、プチッとガールズの戦闘に、ガールズじゃねえ、プチッと族のなんか戦闘にいるやつだよね。なんででかいのプチッとじゃないんだけど全然。この洞窟ってこいつと戦うことなんの。え、そんなことある。え、マジであいつのとこまで来ちゃったんだけど、これ何。え、絶対別にこいつと戦う必要はないよね。いくらなんでもこんなやつと戦ったらマジで勝ち目ないと思うんだけど。いや、さすがに違うと思う。だってまだ洞窟最深部の方まで行ってないもんね。お、どうやら最下層と思われる場所まで来たけど、え、
あれマジ。ただ俺ステルスとか持ってねえからあれ見つかっちゃう気がするんだけど。え、てか普通になんか NPC とかだったりすんのか。そんな感じだね。ハグハグ、君もここにあるお宝を狙ってきたの？いいよ、僕に勝てたら後ろのお宝を君にあげる。え、ごめんごめん、僕たちに勝てたらの間違いだったよ。普通にボスじゃん。そりゃ行くよ。君はどれぐらい持つかな。なのこいつ、はぐれメタルがボスなことある？やつ聞いたマジか、プチ届く一体縛ったぞ。とりあえずはまあマジックバリアとスクルト両方やりつつ、グレンデルだけやれることないよね。グランドクロス一発ぶっ放すか。まあそうね、手始めにグランドクロス一発かましおこう。はぐれメタルには効かないけども、プチット族を倒すっていうことに、イオラ結構食らうけど別にそこまで大した火力ではないか。でホーリーラッシュやってきて、ホーリーラッシュか。ホーリーラッシュってさ、デイン系の属性あれって、デイン系の属性だったらあれなんだよ、モントナー効かないんだよね。え、てかグランドクロス行ってるし、待って、2人でグランドクロス行ってる。じゃあもうプチット族、あでも片っぽ耐えてる、マジ。ちょっと待って2人でグランドクロス行ってんの、まあ別にいいのか、いいっちゃいいのか。とりあえずもう1回マジックバリアスクルトだけかけて、さすがに2回目グランドクロス行くのはちょっとよろしくない気はするんで、普通殴るか。まあまだ殴る余裕はありそうだし、殴っていこう。イオラ、イオラしかやってこねえな。イオラ別にそんなに強くないから何とでもなりそうだけど、あしかもスクルトがだいぶ効いてる。さらにこっからもう一回スクルトをかけて、プチト族ぶっ倒して、それ絶対死ぬでしょ、さすがに耐えないと思うけど。オッケーで、残りはぐれメタルを残すのみと。この後の攻撃が、あー一回行動で終わっちゃうか。まあ仕方ねえな。ここはバイシオン行きつつ、ベホマラ一発だけかけといて、ここはもう殴るしかないよね、ハゲレメタルだし。メダル切りとかあればいいんだけど、こいつビッグバンなんて覚えてんのは。ちょっと待って、強くね、やばい。いや、しかもちゃんと勝て、一回行動だし。待ってよ、初手のグランドクロスも悪手だったのか。ベホマラ行かないとだよな。いや行こう、さすがに星降りのサンバ、そんなんも覚えてんの。い痛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 い。え、スクルトかかっててこんな食らう？これ2回行動とかだったら終わってたな、マジで。しかも1しか入らねえ。あ、10入るわ。いや、でももう明らかに、通常のハグレメタルの HP は超えてる感じだね。11とか12ぐらいだもんね、いつもね。ボス仕様になってんだ、そこは。どうするよ、これ。殴りに行くしかないか。いやでもここは一旦翼を回復薬として考えていけばいいとは思うんで、一旦余裕があるしインテをかけておこうかな。で普通にぶん殴っていく。でそっか、俺ちょっと回復系買うの忘れたか。薬草は一旦使っておいてあげよう。大体みんなでも体力は300ぐらいなんで、うちのパーティー。ビッグバン待ってくれ、マジで。いやもうでも1回で終わるのがマジで救いだな。え、でも体力いくつあんのこれ。あ、待ってー、まずい。バフがいつ切れるか見てなかった。ちょっと待って、ミスりまくりじゃん。ちょい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 
一旦スクールと二重掛けだね、ここはね。そっか、掛けた本人以外は結構早く切れちゃうんだったっけ。あ、でもそういうわけでもない。でもマジックバリアをもう一回やりたいけど、さすがにスクールと二重掛けした方がいいよな。そうしようかな。で、殴りに行きながら薬草は使っておいてあげよう。殴りに行かなくてよかったか、ここ。あ、でもイオラで来てくれたんであれば全然いい。オッケーオッケーオッケー、なんかミスってるし。しかも先に動いてくれたのがありがたい。ここだ、この後だったら、マジックバリア切れてるよね。あ、切れてない。あれ、あと一旦でなってなかったっけ？なってなかったか。じゃあ、まだ間に合うか、マジックバリア。それもでかいな。で、一旦、攻撃が、あ、ね、切れてるよね、やっぱりね。切れてたな、じゃあ、さっきもな。って考えたら、マジでかいな。今ミスったの。とりあえず、バイシオンもう一回かけようかと思ったけど、バイシオンもう一回でいいか。かけて、で、どうするか。ベホイミを、一旦自分にかけて、薬草は、モントナに使う形かな。また攻撃できてないな、これ。星降りのサンバー。痛い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 。マジで一回行動でよかった、相手が。ちょっと待て。これででも、グレムリンも MP がなくなった。しかも一回行動、いや二回行動してくれたか、今一応。ベホマラ一旦行かないとだよね。でも二回しか打てないよ、あと。って考えると、どうするか。待って、攻撃アップって今1しかない。バイシオンもう一回やりたい気持ちはあるけど無理だな。で、リホイミにもかけてあげるか、これは。どうせ MP が尽きるんであれば、そういう系の回復の方がいいか。何が正解かマジわかんねえ。ちょ、ビッグバンやめてほしいな。痛すぎるんだよ。マジで死ぬ。でも、インってかかってるから、回復量は多いけど、間に合ってないな。いや、マジでいい加減倒してくれ。一回行動か、ここで。ちょっと待って、もう一回ベホマラやらないとだな。で、リホイミを、キングリザードにもかけておこうか。こうしつつ、薬草を使うしかないかな。いや、マジ？これ。イオラなら耐える。オッケー。ビッグバンが一番きついな。ただこれで MP もすっからかん。え、自動 HP 回復？自動 HP 回復？ああ、そっか。リホイミか。びっくりした。そういう表記になるんだな。ただ MP が完全にすっからかんになっちゃった。やばくね？ちょっと待てよ。普通殴りに行って、道具から魔法の聖水使って、バイシオンだけはかけないと、攻撃は通んないから、会心待ちみたいになっちゃう。だるすぎる。お前のベホイマはやばいわ。待て、お前のベホイマはちょっと、秘書すぎるわ。やっちゃいけねえことしてる。真面目に。待って、マジックバリア、スクルト、殴り、星降りのサンバ。いやー、きつい。ちょっと待て。こいつマジで言ってんの？ベホイマ？え、待って、だるすぎる。魔人斬りとかないとマジで無理じゃない？いや、もうでもみんなで全力でぶん殴るしかなくて、魔法の聖水を一応使っといてっていう形だよな。
6番がもう本当に一番きつい。食らいすぎだろ。でもバイシオンかけないと勝ち筋がない。てかリホイミの回復量低っ。意味ないわ。永続なのかな俺。ナイス3回行動を14って。14はさすがにさ、ちょっとバカにしてない。殴って魔法の聖水をまた使わないとダメだ。今度は翼に使うか。ちょマジでやばい。イオラ、それなら大丈夫。バイシオン先かけたのでかい。で自動 HP 回復、ベホマラ行って、まあまあまあそれなりに回復で3回行動してくれ。2回目まで行く。ミス2回行動か。実質1回行動だもんな。以上状態だけ確認しておこうか。攻撃アップもう切れる。俺バイシオン今かけたばっかだよ。守備アップももう切れちゃうし、ちょっとねえマジで言ってるかこれ。もうバイシオンの必要ないか。バイキルトでいいかもな。待って、でも翼が殴んないと、翼が正直今一番の火力かもしれない。こいつはぐれメタルに対しては2回殴れるもんね一発で。そうだな。いやでもあと体力いくつあるんだろう俺。そろそろだと思うんだよ。ナイス3回。いやでも1ダメージ最後。攻撃力効果切れた、守備力効果も切れた。まずいかなこれは。ちょっと待てや、スクルトかけないとだもんな。スクルトもかけたいけどバイキルトもかけたい。バイキルトだけかけて、スクルトはリザードンにかけさせて、でこの残り MP2 でホイミをかけつつ魔法の聖水をもう使うしかない。マジでビッグバン来ちゃった。痛すぎる。待ってマジで4って何。やばい、頼むもう持ってってくれ。あ終わっちゃった。これまずい。一番やばい。ここホイミでいくら回復できるこれ。80ぐらいいってくれな。90回復できた。しかしピンチは続くと。ベオマラ行かなきゃダメなんだけど、ここビッグバン来たらマジの終わりだな。ビッグバン来たらマジの終わりだけど、もうやらざるを得ないよな。動かなきゃ負ける。それかもう殴り倒すしかない。ビッグバン以外だったら耐えれるけど、うわもう本当にない。マジムカつくこいつ。めちゃくちゃうざい。待ってだるすぎる。これもうあれだな、テンション貯めるしかないわ。でリザードンは1から3回コードだからテンションを貯めきれない部分があるんで、こいつだけは殴らせつつ他のメンツにテンションを貯めさせよう。で一発にかけていく。もうそれしかないけど、ナイス回心。もうそれしかない。マジでなんで2回ミスるの。これもうとことんテンション。ベギラマ今更お前そんなの覚えてたの。もう一生ベギラマ打ってくんねえかな。マジでマジで全員テンション舐めるわ。なんならリザードもちょっとテンション舐めてみたけど、テンションからの殴りしない。ここはまだ余裕ある。もう一回テンションいくぞベギラマ。おい急にお前ももう疲れたか。忖度し始めたな。とりあえずもうテンション溜めまくってマジで一発にかけるしかない。ただリザードンはあテンションが全然、あーでも攻撃力効果切れたのまずい。そしたら3人テンションバイキルトスカラで行くしかないね。でバイキルトはリザードンに与えつつっていう形だな。イオラ、いやマジで忖度始まった。
ただここちょっとビッグバン来たら負けかねないな。打たないとダメだな、そろそろ。このテンション、守備力切れちゃった。これテンションってさ、殴らないみたいな仕様ある？いや、ないよな。なんでこんな溜めてんだ、わからないけど殴ろう。いや、殴らないか。いや、でも2人はもう回復役としてだから殴らざるを得ないみたいな部分はあるんだよな。いや、ここちょっと待てよ。いや、もう MP 回復もねえMP 回復そこ尽きた。マジか。殴るしかねえや。殴っ、いや、でも殴るんだったらもうちょっと貯めてからの方がいいよな、正直な。やばいな、どうする。ここちょっと待てよ、悩みどころだな。いや、でも殴った方がいいか。そうだよな、翼は特に殴った方がいい。もう攻撃力切れるから殴りに行こう。でリザードも多分テンションやったからといって行動しないみたいな仕様はなかったはずだから、たまたまだと思うんだよね今。でベギラマはマジ神、テンションいって殴れ。殴らない。え、使用か、ボス戦はそうなのか。回復で、なんも意味ないよ本当に。もうベオエミしよう、もうダメだ、全然ダメ。もう本当に沼、本当に泥試合。ちょっと待って、マジでミスるなよ、本当に当ててくれ、頼むから当てろ。イオラ、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ痛いけど耐えれる。とりあえずスクルトだけはかけといて、頼むぞマジで。リザードン、お前にかかってる。オッケー、2周しか入んないの、しかも1回行動だし。ちょっと待ってねえ、俺が必死こいて貯めたいこのターン数何だったの。あ、もうやばいこれマジで。ダメだこれマジで、もう魔人斬りとかないと負ける。こんなもんどうやって削り切ればいいんだよマジで。きっつ、やっと倒れた。もうだるすぎるこいつ、消え失せろ本当に、あのクソみてえなはぐれメタルマジで。本当に、ハグハグ、君強いんだね。僕を任したのは君が初めてだよ。あのお宝を奪いに来る人と戦うの楽しかったんだけどな。それもここまでか。でも約束は約束だもんね。お宝は好きにしていいよ。それじゃあね。お前は逃げんのかよ。だる。仲間なれよ、お前。いや、マジで。二日も連続で泥試合しすぎ。本当に。これが黄金の杯？あ、天空のか。そもそも杯でいいのかもわかんない。天空の灰か、普通に。まあそんなわけでね、ヒターノの町に戻ってきたんですけども、ちょっと今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。今日ね、宝3つぐらいもう行こうかなと思ってたんですけども、思ったよりもはぐれメタル戦苦戦したし、なんか試合もめちゃくちゃ長引いたしで、もう2日も連続でマジで泥試合かましたんですけども、まあちょっと今回はね、この辺で終わっておこうかなと思います。まあ次回はね、この縦札にある天空の衣と天空の書の2つを集めてここに戻ってきたいなっていう風には思ってるんでね、よかったら次回も見ていただけたらなと思います。ちょっとね、まあでもあまりにも力不足が否めないなっていうのはもう僕自身もね思っている部分ではあるんですけども、ちょっとね、いろいろ、まあ、準備を進めて、まあ、次回の、さ、初っ端の配合で、まあ、かませたらなというふうに思ってるんでね、よかったら次回も見ていただけたらなというふうに思います。では、ご視聴ありがとうございました。また次回のイルルカ人生縛りでお会いいたしましょう。さよなら。